Thank <laughs> you. で始ま,りました共通テストリスニング対策講座。ダイヤモン B は問い1の1問と4人の説明を聞き、答にお答えとして最も適切なものを選択する力を1つ選びください。目元の下の表を使っても構いません。1回流しますという形で、ということは表を使いながらやってくださいよということです。はい、状況はありますので、はい、まず状況をファン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 と思い浮かべてください。あなたは大学に入学した後に住むための量を選んでいます。はい、ドミト r y ですね。ドーム、えー。量を選ぶにあたり、あなたが考えている条件は以下の通りです。まあ、状況をね、浮かぶといいんですけどね、私自身はアメリカ留学してる時にケビンのね、寮によく行ってた でで場面が浮かぶわけなんですよだからトフルとか受けててもねその量の場面がよく出てくるんですけどすごいよく浮かぶケビンがしょっちゅうビデオゲームズやってたんでねすっごい汚い言葉ねいっぱい彼が入ってたんで「ダイとかねはい聞いたことないよね「アースモンキーとかね「<い>アースモンキーなんて聞いたことないわそんな表現とかね <laughs> い,うのいっぱい聞きましたけどはい条件がありますこれが重要ですね、はい、同じ量の人たちと交流できる共用スペースがあるこれがカマンスペースなんでしょうね A のねで B 各部屋にバスルームがある これがプライバ a バー r o ームですね、まあ。トイレというか、トイレとまあシャワーとかね、ついてる。そういったやつがバーツルームですね。で、個室であるとインディビジュアル o m ですね。そう、だからこの ABC がちゃんとこれ対応してるわけですね。だから分かりやすい、えー。先輩4人が自分の住んでいる量について説明するのを聞き、上の条件に最も合う量を4つの選択肢からうのうちから1つ選びなさいです、ね。アダムズ・ハウとケネディ・ハウ、ネルソン・ハウ、ワシントン・ハウ。なんかネルソンだけ過去の大統領じゃないですね。では始めます。 Question number one. One. You'd love Adams Hall. It's got a big recreation room and we have parties there every weekend. You can also concentrate on your studies because everyone gets their own room. The bathrooms are shared though. Two. I recommend Kennedy Hall. All the rooms are shared and the common area is huge, so we always spend time there playing board games. There's a bathroom in every room, which is another thing I like about my hall. 3. I live in Nelson Hall. There are private rooms, but only for the seniors, so you'll be given a shared room with no bathroom. My favorite place is the common kitchen. We enjoy sharing recipes from different countries with each other. Four. You should come to Washington Hall. The large living room allows you to spend a great amount of time with your friends. Each room has a bathroom. Some rooms are for individual students, and if you apply in advance, you will surely get one of those. はい、どうだったでしょうか。きちんとね、条件を満たしているものをさばいていけば確実に正解できる問題でしたね。<music> まず一人目ですね。なんかすごい日本語だまりでしたね。You'd love Adam's Hall みたいな感じでしたね。It's got a big recreation room so, はい、recreation room ですね、まあ。アメリカのだったら rec room ってビリヤードね、pool って言いますけど、ね、アメリカでは。っていうのがあったりとか、あとはフースパー。 ね、あの、テーブルサッカーっていうか、こういうやつですね。ドイツ語から来てますけどね。こういうのが置いてあったりする。そういうイメージですけね。だからまあ、共有スペースがありますね。だから、コモンスペースはチェックね。あ、そこ日本だとこのチェックってなんか罰みたいに見えますけど、アメリカではこれ OK って意味ですからね。で、We have parties there every weekend ですね。まあ、これ、recreation room っていうのがわかんなくて、パーティーやってますからね。あ、共有スペースだなってわかりますね。パーティー一人だったら噛みちぎるよね。 You can also concentrate on your, なんか concentrate って言ってましたよね。concentrate on your studies ね。あ、これね、結構重要表現ですよ。your studies とかね、この本当に英作文で使えない多くの人が、なんか、your study って書いちゃったり concentrate on study って書く人が結構多いんですけど、そうです、こういうふうに one's studies っていう形で使いますからね。because everyone gets their own room. はい、private room があるんですね。their own room と書いてあるから、individual room check。いけそう The bathrooms are shared d o o r g 残念むねまた来年ですね。バスルームズはシェアされているんだけどね。つってこう、however みたいなのどうでしょうね。はいということで B がダメ。チェック k バツ c h e c ということで、はい、アラムスホール脱落です。 え続いて、二つ目に行ってみましょうね。さっきはチェックパーツ、チェックでしたね。はい、I recommend Kennedy Hall. All the rooms are shared. はい、さよなら。す <laughs> べてのルームはシェアされていますと言ってますので、はいもうこの時点でバスですね。もう全然これでいいですよ。答えに関係あるところさえ聞ければいいんですよ。スキャニングです。それさえできれば、もうあとは、はい、全然答えた。あれば、変、はい、ってやってればいいんですよ、それで。ね、the common area is huge.common エリアはありますね。まあ、一応授業ですからやっておきます。はい。 チェック。So we always spend time there applying board games. ボードゲーム。何モノポリーとか言ってんですかね。ス pend 時間、うん。で、間がちょっと there っていうのが入ってますけど、ス pend 時間。ING の形でね。There is a bathroom in every room. b a t h room はありますよ。every room にって言ってるので、はい。Private b a t h room はあるということで、はい。Check check ェックバス、ね。Which is another thing I like about my heart?、ね、バス room が every room にあるということですね。ことがこれ、位置させてるもの。 私のホールで好きな、別のことですって言ってるので、はい。ということで、二つ目も脱落ということですね。はい、三つ目に行きますね。I live in Nelson Hall.There are private rooms. はい、private rooms. で、あ、よっしゃこれでいけるかなと思ったら、but only for the seniors なんですよ、これ。4年生にだけだっつってるわけなんで、だからこれダメです。だって、ここの話聞いてる人はこれから入る人ですから、freshman に向けてですからね。 一年生、あ、知ってますか一年生フレッシュマン、二年生はソフ m ーマ e 三年生はジュニア、四年生は i ニアですからね。 これ間違いないね。なんか日本だとフレッシュマンって働く人に使うらしいですけどね、新入社員に使うらしいですけど違いますからね。そんなね、ニューレクルートとかの意味はありませんので。で、フレッシュマンが1年。で、ソファーバー結構知らない人が多いんですけど、モアってついてるから覚えてないんですけど、ソファーモアが2年でしょ。で、3年、ジュニア、ジュニアって聞くとなんか下みたいなイメージになるんですけど、3年ですからね。で、i ニアですね。まあ、5年目の人ね、years senior なんて言ったりもしますけどね。それで、years senior って聞いたことあるんで、それ調べてみたら、ネットで Wikipedia ではなんか super senior って言うんだね。 なるほどね。So you'll be given a shared room with no b a t h r o o m ってことで、はい、shared room で、えー、バスルームもない。いうことで、でも、バツバツのオンパレードもね My favorite place is the common k i t c h e n ですね。はい、common k i t c h e n ですね。みんなでこうしゃべれる。のあると。We enjoy sharing recipes from different countries with each o t h e r で e ね。はい。Each other, は名詞ですからね、福祉じゃないから、注意ですね。はい、ということで、ね、その方はもうダメでした。ということはもう、読んだっていうのは分かってるんですけどね。<music> はいね、はい、4番目が、You should come to Washington Hall.The large living room allows you to spend a great amount of time with your f r i e n d s ことではい、large living room があると、で、allow 人とですね、こうさせてくれるよって言って、すごい時間を友達とね、過ごせるようにしてくれるって言ってるから、はい、チェック。Each room has a b a t h r o o m はい、each room が bathroom あります。チェック。 Some rooms are for individual students. はい、individual students のための部屋があるよ。And if you apply in advance, if apply 申し込み in advance, あらかじめ前もって、You will surely get one of those.、ね、はい、この部屋のうちの1個はゲットできますよって言ってますから、はい、チェックチェックチェックでこれがクリアされていますね。はい、ということで4番が正解ということになりますね。 はい。こういうふうに条件をきちんと照らし合わせるね。メモ書きが大事になってきますから、この辺のこともきちんと押さえておきましょう。さらにね、様々な言い換えが出てきてるよね。ほら、rooms are for individual students とか、ね、individual room とは言ってないですよね。これも each room has a bathroom, a private bathroom 様々な言い換えが使われていましたよね。そう、こういうやはり言い換え表現にも注目してやっていくっていうのは大事になるわけですよ。ね、きちんと聞いた情報と目の前にこのね、見ている情報と聞いている情報を照らし合わせながら答えを絞っていく。ね。だから 消去法って言ったじゃないですかもうだから今までやってきたことをちゃんと身につけてますかそうこういったことを意識しながらどん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 やっていくんですよはい次はね、まあ、最難関といわれる第5問もやっていきますが今までののを復習しておいてねやり方を知っておいた上で戦ってみてくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします